VW のボルフスブルク本社のアウトスタットに展示されている EA266 のプロトタイプフォルクスワーゲン EA266 はフォルクスワーゲンによってポルシェに設計依頼され製作された試作者である。1960年代後半当時のフォルクスワーゲン社長ハインリヒノルトホフはフォルクスワーゲンタイプ1の後継者を考えていた。ビートルの改良以外に何もしない。 という批判に対して39台もの試作車を公開したこともある。この時公開されなかったが、タイプ1後継試作者の一つとして、EA266 は1965年、ポルシェに開発を委託され、当時ポルシェにいたフェルディナント・ピエヒが設計し、1966年に制作された。巨大なトライクルーム、高い衝突安全性。 非常に良好なハンドリングなど利点は多く、膨大な開発費を投じて、発売直前の段階まで煮詰めていたが、ハインリヒ・ノルトホフ支局公認となったルドルフライディングは、高コストで整備性が悪いなど大衆者としての弱点から開発中止を決定した。その後ビートルの後継者として、EA266 の代わりに、アウディ80のメカニカルコンポーネンツを流用した。 パサートが発売されることとなる。この試作車は1987年ボルフスブルクのフォルクスワーゲンミュージアム会館にあたり公開された。1.6リットル直列4気筒水冷エンジンを横に倒してリアシートの下にミッドシップで搭載していた。そのためシートは普通より少し高くなったが5人乗りで小型車として必要な居住性は確保されていた。 全部が空洞であるため非常に衝突安全性能は高くなった。重心は低く、かつ重量が車両中心に集中していたため、ハンドリングはスポーツカーのレベルであった。フロントノーズには400リットルに及ぶ巨大なトランクがあり、リアシートの後ろもカーペットを張った荷物置き場であった。福野霊一郎は1998年に発売された二代目ホンダ Z との類似性を、 指摘している。また2006年発売の三菱、アイドの類似性を指摘する人もいる。エクステリアはフォルクスワーゲンタイプ3を少しモダンにしたような感じである。ありがとうございます。